ですね、ウィープナイン、まあ、今日何本目とか出せましたけど、とりあえずね、4月の、レースから、まあ、文科省とね、皐月賞待ってますんで、やっていきたいかなと思います。大阪杯はちなみに、4頭出しなんで問題ないですね。まあ、一応ね、本当に日本もね、米国も州も、ほとんどのがね、マジで活躍してくれるんで、結構すごいんだよね、状態的には。まあ、なかなかね、勝ちきれない子っていうのも、まあ、たまにいますけど、まあ、そろそろでね、しょうがないんで。コンディって勝ったんだ。おめでとう。おお、キープも勝ったんだ。そうそう、本当に、まあ、なんだっけ、モードがね、まあ、ノーマルランクの軽めのモードなんで、まあ、ほぼ勝って当たり前って感じもする可能性もあるんですけど、結構厳しいんですよね、外戦は。ダイバスカルト負けた。すげえ、桜爆笑に目白で売りよかったな。普通にスカルト負けるんだ。まあ一応スカルトはね、この後一応、ビクトリーメールの方が行くんで。まあ、のんびりって感じになりますけど。そうですね、問題はパイロか。あいつが思っているんだよな。アッテームの次走は待って、すごくね、G3 勢が。なんで確かにフレンドは賞金ねえからしょうがねえけど、金目もさか、そんなに賞金ねえのか。そして金目もね、重賞1本買ってくれたら、海外に送れるんですけど。そうね、こいつ買ってんの3種クラスまでか。ちょっと長めのハンデ戦行けたら行きてえな。メトロポリタン行きましょうか。ちょっと重賞じゃないですけど。メトロポリタンステークス行って、まあ、日経新春杯が目標かな。で、あとは、タキシード、そうですね、このままでいいか。まあ、ウィナーズもそうですね、晩成型なんで、まあ、この後のんびり使うとして。いや、新潟大賞典行くんだったら、福島牝馬って外場いたよな。まあ、カンパにいるしな。距離的には悪くないんだよな。そしてマイルチャンピオンを食って、まあ、一応、KO 杯か。決めましょうか。一応、金車さんでこのレース出ないんで。金車さ、金車さ。あ、いていていた。金車さは、コンコン3巻かかった前に喧嘩売りに行くんで。その後もそうですね、海外の短距離戦線を、まあ、コンスタントに走れたらありがたいんで。これで騙し騙しかな。ここはなぜか竹使えないんで、まあ、横乗りでいくしかねえか。まあ、近くになったら、ね、周辺できるんで、まあ、あとはコンスタントに休み与えつつ、そして金車さんね、まあ、来年も、まあ一応、来年うちね、まあ、ロケットマンがいますんで、怪物が。ちなみにロケットマンはどこに行った？あ、いたいたいた。なんでロケットマンが1600に出てんの？俺、レース間違えた。そうですね、ロケットマンはね、この後は、夏場はね、サマースプリントの方に全振りしますんで。じゃないとね、走るところね。まだ重賞勝ってないんで。多分ね、こんだけ走らせれば、どっかしらって重賞勝つと思うんですよね。まあ、そんなもんかな。あとは特に疲労困憊勢もいそう、いた。アッテームは実は安田記念か。あ、まあ安田記念だったら。そうですね、放牧しながら。行きましょうか。
特に欧州と米国は、いたわ、一頭だけ。あー、バーミリアンか。ごめん、お前放牧出すの忘れてたわ。これはあれか、バーミリアンか。で、これはテリオス。そうですね、フェブラシック3着から。まあまあ。ある程度ね、賞金稼いでくれる子はね、ちゃんと売れば休ませるんで。スターリーはそうですね、5月のレース蹴るか。オッケーですね。お菓子が楽しみですね。うちの自家製産馬が勝つか、それとも名馬が勝つか。ちなみにパイロはね、ちょっと諸事情によるね、レースちょっと見たいんで。一応パイロはね、最終的には種付けはね、日本になりますんで。パイロ思ってる強えな。よし、じゃあ3回いきましょうか、パイロは。よかった、ここ勝てて。さっきね、先行して1個前のレース、ガスケツし負けたんで、まあ、差しでは追い込みでは勝つと思ったんですけど、大丈夫そうですね。そうですね、後続に5馬身。まあ、よく頑張ってくれたわ。いや、楽しみだな。パイロ叩き両肩か。まあ、フォーティファイとかね、思ったより使えないんで、まあ、サクセスブロッキーにちょっと期待しましょうか。あ、2着か。お飛んだな。まあ、フォーティファイとかね、マジで使えないんですよね。ちょっとフォーティファイとは首候補にするか。まあ、8着か。おーっすか。まあ、3着ならいいや。あ、お前4着か。アドマイヤ。いや、ロケットマン多分厳しいと思うんだよな、ここ。ちょっと追い込みにしとこう。ちょっと見たいな。クラブマンもいるんで。そうですね、やっぱりロケットマンに戦力がきつかったですね。伸びが悪いわ。これしょうがねえわ。これは俺のミスなんで。むしろクラブマンが1個2着に入ってくれたんで全然いいや。ちょっと待って、クラブは2、3着取ったんだ。えらっ。あれ、NHK マルって2、3着いけたっけ。もう、とりあえず頑張ってくれ。よく4番人気、10番人気あいつら来たな。多分距離長かったでしょ。そうですね。微妙に下がったのか、距離が短かったですかね。これしょうがねえわ。これは俺のミス。いや、てか、クラブバがよくトライアル2、3着は取ったな。失礼だけどすげえ。うちのクラブ馬なんて一斉にかせるけど、満口になる方が奇跡になりますからね。ちょっと後で募集かかを見るか。ちょっと気になりますね。これを見てえわ。一応一番人気ロマンか。普通にザラカバ強かった。ロマン追いつかねえじゃん。3馬身ぐらいか。ごめん、5馬身。まあ、ワンツー取れただけでもいいや。ただ、うちの子はさっきのこれ NHK に送りましょうか。多分5馬身あると思うんだよな。4馬身か。まあまあ4馬身だったら。ロマンは後で見よう。お、クラブバが。どっちが勝つか。3着か。クラブバ負けたくせえな。じゃあちょっと先にロマンのレースだけ選定しましょうか。やっぱりタートルアンタリセックス除外か。よかった、連投させておいて。ウェレット？え、まさかお前人気なの？おー、よかった。そうね、ゴエレットよく頑張ってくれたよ、ほんと、うちの馬にしては。種付け量いくら？あ、そんなに高くなくてもいいんだけど。失礼に言うけど、あ、でもそれでも、1100万か。
そうね、まあ、ダート系の職場には寝ちゃいますけど、ゴエレットは本当にマジよく頑張ってくれたよ、こいつは。多分ね、うちの自家製サンバね、トップのぐらいの稼いだはずなんだよな。どうも。結構いるな。一覧で見るか。一応 G1 最多が爆心王こと、スーパークリックか。いや、ごめん、ドバイミリニアムがいたわ。そうですね、ドバイミリニアムがいる道をこれですかね。どこだっけ。あれ、いねえよ。そうっすね、いないっすね。あいつどこ行った？あ、ゴエレットここか。6勝だったの？何勝だったんだ？まあ、こいつはね、ダーとかだったんで、結構日本の、馬とかとよく一緒に走ったんで、よく頑張ってくれたんでね。むしろ本当によく頑張ってくれて、あいつは。こうやって見ると、ドバイミレニアムが異次元だったんだ。こいつ今、種付けるよ、いくら？そんな高くねえはずなんだけどな。そうですね、めちゃくちゃ安いっすね。なんせ、参加が思ったよりいねえんで。あ、でもそれでも採用ランキング2位か。1位誰？え、なんか納得いかないんだけど、ごめん、誰1位？誰これ？スマートストライク知らねえものだ。まあ、カー なるほど、親父がカーリンか。そらすげえわ。親父のカーリンは犯人うちっすね。うちがカーリンめちゃくちゃ走らしてるんで。あれは犯人うちだ。まあ、しょうがないんで。とりあえず、オークスバ一頭。オークスバ、オークスバ。そうですね、やっぱりロマン、そうですね、この後 NHK もやるか。その後は、まあ、コンスタントにマイル先生になると思うんで。一応、安田記念フルゲートに対して一応ギリギリ出れる範囲が。そうそう、まあ、そうですね。むしろ第10位で1億ないんで。まあ、行きましょうか、安田記念。そんで、その後は、まあ、放牧出して、そうですね、海外戦線、まあ、行けたら。いいかなと。ちょっとお前、ダートは無理か。はっきり無理って言われちゃった。可能性あるかなと思ったら、コッパみじんになかった。よし、こんなもんか。じゃあ、皐月賞いきましょうかね。じゃあ、尺的にまだ15分ぐらいなんで、そうですね、種付けまで終わらして、いきましょうか。お、2着なるよく思った。サプライズか。うん、本当にサプライズ。5着は偉い。まあ、そうですね、ゴールディゴバは硬いでしょ。うん、大丈夫ですね。お、一番人気か、ファンテン。まあ、2着ならいいや。おお、クラブバに一番人気取られたか。ちょっとショックだな。クラブバは差し勢かりほど。じゃあ、ダーリンに追い込みするじゃん。タフティ追い込み、黒船追い込みでいくか。いやー、なんか、そうね、ショックだね。クラブバに一番人気取られるの。決闘？シルバールーツ、父がインドスイープ加え、母ちゃんが鉄球ダイパーなんで、まあ、打ちのますね。まあ、習得賞金。総賞金で1億3000万か。結構稼いでますね。まあ、サイファイ3着、スプリンター6着、独壇場。絶対ぶち殺す。うちのダーレミ甘く見んな。あいつ6番人気だけど勝つぞ。勝ては無理か。待って、本当にダーレミが強い。まさか本当にごめん、ダーレミ勝つと思わなかった。あいつ6番人気だぞ。しかもワンツーか。うわ、黒船飛んだ。あいつどこ行った？黒船飛んだね。もうしょうがねえ。思った。結論言ってさ、G1 だとさ、自家製産部より名馬の方が強いんだ。さっきのあれもそうっすかね、桜花賞も。
いやまさか飛ぶと思わなかったわ。あいつ飛んだな、黒船も一緒だけど。灰に何かだけ知りてえよな。ちょっと後で見に行くか。まあ、そうね、福永にもう一回だけチャンスやろうか。まあ、行きましょうか、日本ダービー。で、手続きタフティはちょっと見ましょうか、後で。どういうローテーションなのか。もしかしたら手続きタフティも NHK に入っちゃってるかもしれないんで。手続きの船直行か。誰だ？もう一頭。今さらっと3200で走るそうで珍しいよ。普通にびっくりした。あれ、あいつどこ行った？ちょっと前走。皐月賞2着あった。あれ？皐月賞の3着もいなかったんだけど。あいつどこ行った？もしかしてあいつ外場？いや、いないな。あ、ビンゴ、外場だった。なので、イギリス2000ギニーか。行ってこい、頑張れ。それを応援するわ。さらっと外場だったんだ、2着に入ったの。それはいねえはずだわな。カジノドライブだけ。内パクどっかに余ってねえかな。あ、いた。まあ、断られたら二度と乗せねえけど。これは横乗りでいいか。ゴールディゴバカ。ラジオ日経賞の写真ないから。9月の頭に1本走るか。ちょうどムーランドローシャンあるんで、ムーランドローシャンでいいか。8月にもう1本走れるか。よし、こんなもんか。あとは特段長期走らない組もなしか。サプライズを1本使うか。ロボット短距離馬か、お前。短距離馬でも、時速1600使ってるから。まあ、1600使ってみましょうか。
走れるレースがない。こんなもんでいいか。よし、じゃあそうですね、一応これで、まあ、4勝終わるんで、まあ、当然そうですね、繁殖して、まあ、種付けしてから終わりしましょうか。クトデカの子か、やるじゃん。3着か。レールリンクは、なるほど、ウォッカに人気取れたのか、なら納得。ウォッカっすね。一応これで三冠王手で、ね、2番人気は、あれ確か誰だっけ、三冠かかってんの。とりあえず、金車さん追い込みでいきましょうか。一応、うちイザラもね、まあまあ強い馬なんで、ちょっと大事するみたいな。三冠馬が勝つか、日本の短距離馬が勝つか。普通に金車さん伸びなかった。これで三冠取られた感じか。くそ、金車さん雑魚だった、外馬は。キンシャサでもダメし、イザラも飛んだか。キンシャサ多分海外遠征無理っすね。はっきり言っちゃうと無理っすね。お、クラブバーまた勝ったんだ。そらそうっすね、クラブバーの成績見てから。おー、フラスク触ったんだ。ってことは奥席か。ちょっと、そうっすね、クラブバーの現状見てから、うん、行きましょうか。あの種付けにウィナーズちょっと首候補だな。しかもまたクラブは買ってるし、あ、フェイマンドグローリーか。うん、あ、内パク乗ってくれたんだ。よかった。田中勝原か、だったら吉田隼人でいいや。俺田中嫌いなんだよ。クラブはだけ先に。プラス280人か。しかもクラブでいいのか高いのか分かんないけど。まあそうですね、本年勝利12勝、しかも重賞2勝。まあまあ悪くないですね。しかも現役投数50頭。しかも本年賞金だけで4か。ただ満口はいねえのか。ちなみに、ランキングだと。うちの友達、勝利投数だけはそうなんですね。毎年20頭ずつしか増えないんで少ないんですけど。本年賞金だから桁違いだわ。勝利数ではまあまあわかる。なるほど。まあでもそうですね、賞金順にしても、まあそうですね、うちの法人悪くはないのか。しかも鳳凰に勝ってんのか。鳳凰に勝って、あとは、そうですね、アルファンってこれラフィアンか。ラフィアンはね、まあまあ強い、まあそうですね、まあ否定に言ったけど、あの弱い馬がね、ザラに稼ぐの多いんで。この辺には勝てねえな、多分。そしてアビラとかこの辺は多分ちょっときついですね。まあでも、この辺見るよりかは全然マシなんでね。宮古寺も全然負け始めてきたね。まあ、そうですね。本年10勝、0勝、むしろ8勝。だいぶ少ないね。シルクか。ああ、シルクマシンか。シルクレースですね、これ。まあ、シルクで70と1億か。今年9勝。じゃあ行きましょうか。種付けだけそうですね。頑張りましょうか。今何年だっけ ?2000、来年9年か。つまり2009年生まれか。銀幕の妖精の2009は。銀幕の成績、アドマイアムーンだ。アドマイアムーン、アドマイアムーン。
間違えた。こっちで、日本で、場面順にしてアドマイモン。多分アドマイモンはうちの間のはずなんですよね。あれ、アドマイモンはいない。なんで？嫌な予感がする。俺もしかして、あれ外場に持ってった。いや、待って、アドマイモンがいねえぞ。嫌な予感するのが一つだけあるとしたらね。もしかして、欧州で元気なしって、うわ、欧州で元気なしってた。一応ね、銀幕の制作の初年度作ってアドマイモンなんですよね。うん。ちなみにこの子ね、多分ドリームスクリーンってあれ、こいつよく不良になったもんだっけ。あ、違う、サガだから普通にダバか。あ、やっぱりよく不良になってるわ。しょうがない。これは俺のミスだ。ちなみにブライアンズタイムってまだいる？いたらありがたいんだけど。ブライアンズタイムは、あ、まだいますね。ブックフルか。まあ、これは後で種付けするとして。そうですね。じゃあ、3区いなくなっちゃったんで、どうしようかな。どうしましょうかね。やべえぞ、これ。うわ、これ悩みもんだな。まあ、ミスプロダさん呼んでエンドセーフつけるかしょうがねえ。これはしょうがねえや。まあ、そうっすね。ごめんなさい。これは俺のミスだ。で、アドマイヤグルーヴは、アドマイヤグルーヴ。アドマイヤグルーヴの2009は、一応アドマイヤトライって子が障害に行ったぐらいか。シンボリクレセさんか。だったらディープポつけちゃう。あ、きついか。進みながらになると、ガリレオでいいか、どうせシバウマなんで。オギティファニーって何かあったっけ、あれ以上。オギティファニーは、オギティファニーの2017、多分いないはずなんだよな、俺の記憶だと。2009か。ちなみにスマホがフリーズしやがった。使えん。だから本当にスマホがフリーズして使えねえ。どっかしようかな。使えねえ、このスマホマジで。オギティファニーは、オギティファニーの2009は、そうですね、やっぱり3区いないっすね。最終残機2003年なんで、まあディープつけとくか。ゴールドディアラって確かダートバだよな。3区いんのか。ちなみにこの辺ちょっとごめんなさい、3区調べながら行くんで、ちょっと尺長くなっちゃうんですけど。ゴールドディアラの2009は、藤木関3区か、ゴールデンクラウンっていうのは。ただごめんなさい、これ、賞金3000万なんで、別にいいや。だったらそうですね、米国のまで。ミスプロの兄さんっていけんの？いけるんだ。じゃあ行きましょうか。進行ラプリは別に特に多分3回ないはずなんで、適当でいい。ディープもシングル入ってんの。じゃあディープでいっか。シーキングザパールは、シーキングザパールの3区の2009は、特にいないっすね。シーキングザダイヤ。あとは多分外場に行っちゃってるはずなんで。私はディープ見に行きましょうか。確かシーザリオは3区いるような、絶対。シーザリオの3区は、シーザリオの2009は、いや、シーザリオってまだ2009年は3区、そうですね、いないっすね。じゃあ、サドラゼルズでブルコンつけてみるか。どういう3区になるか分からんけど。低音オーシャンは特に3区いないんで、適当にディープでいいか。ガッサンはそうですね、うちのものなんで基本的にはこのまま適当にいきますんで。サンデーの兄さんは怖えんだよな。まあ、大学クラブ場に送れるんで。
手続きリリー。ブルコンでいいか。ザ・ビクトリーはそうっすね、一応。望んだんさけか。まあ、4-4でいきましょうか。トットミラクルは、サンデーの2-2か。だったらミスプロンさん呼んでいきましょうか。ハルワスイートだと。ハルワスイートの3区2009は、2009は、まだビブロ、あ、ビルシーナか。なるほど。ディープインパクトですね。ちなみにヘイトリーズの3-4だったんだ。へぇー。さ、3買うときって評価 S になるんだ。初めて知った。ファインモーション。まあ、ディープでいいか。ファストフレンドダートバーなんで。エンドスイープで、ノーザンダーサー3-4か。オクトベガ。魔界ビリバーも普通にそして長距離ゲットでディープでいいか。メジロドーベルもディープでいいっすね。リンデンリリーもディープでいいや。この辺も適当でいいや。日本系と。で、海外馬は基本的に、カサンドラゴって3個いんのかな。カサンドラゴ。ちなみにカサンドラゴって去年死んでたんだ。知らなかった。そして、カサンドラゴン2009だと、インビンシブルスピリットって馬がいるわ。ちょっとどういう馬かわかんないけど。インビンシブルスピリット。インビンシブルスピリットってどういう馬？グリーンダソ産駒か。1997年生まれだって。まあ、特に産駒ではねえのか。あれなんですよ。欧州ってダートバいないんで、基本的にはエンドスイープしかいねえのか。まあ、本当はガリレオとかもね、つけてといたらいいんですけど。でもガリレオはね、勝手にみんながつけてくれると思うんだよな。どうだろう。まあ、決闘見ながら、そしてガリレオと二度でいきましょうか。まあ、ニックスも見ながら。エンズスイープの単純どうせバケモンだな。まあでも逆にね、エンズスイープばっかりつけてると、多分今後エンズスイープつけるのがあると思うんで、それも見ながら行きましょうか。スプロの三三か。わかんないけど。ファビラスラフィン？ちょっと待って。ファビラスラフィン。ファビラスラフィンの2009は、ファビラスラフィンの2009？ファビラスタイムって子がいますね。確かにシンボリだ。母名の一部プラス時間。あ、なるほど。意味がわかった。このね、ファビラス・ラフィンの父シンボリクルスって、今年 あの地方競馬で大井記念と東京記念 S1 2冠の乱量のお母ちゃんだ。
なるほど。だからファビュラス・ラフィンにシンボル作るって言うんだ。んー、いいよ。じゃあ、乱流を作ろうじゃん。なるほど。乱流のおばあちゃんってファビュラス・ラフィンだったんだ。ごめん、初めて知った、俺。いや、むしろよく芝ダメの馬からダート生まれたよな。まあ、結局、ファビュラス・ラフィンもね、まあ、最終的には乱流もパイロサンクですけど。なるほど。そういうことだったんだ。いや、おかしいなと思ったんですね。ファビュラス・ラフィンの2009で見るとさ、まあ、ファビュラス・タイムってのがさ、2009年まで、7002勝。その下の3組だしんかに乱量いたしんかにすぐ分かったわ。なるほど、乱量のおばあちゃんか。で、一応これでちょっとセーブしましょうか。よし、では、また次回の動画でよろしいでしょう。ありがとうございました。